前回サクラダファミリア観光後、午後から軽いトレーニングを行い汗を流した選手たち、夕方からはフットボールマニアで思い思い買い物を済ませ、スペイン遠征初日を終えた。今回からスペイン遠征2日目がスタート。午前に練習を行い、午後には FC バルセロナのホームスタジアムカンプノーに行きます。ねえタイガー、今回マジでやるぞ。練習ですね。俺最終動けるか心配なんだけど。無人の偏見で足が早い。ベイルですよ。ベイルさ、ベイルベイルロナウドでしかチームを呼んでいる。今回のスペイン遠征に帯同してくれている現地スタッフがスペインの中でも凄腕ゴールキーパーということで PK 対決が実現。マルナの YouTube 知ってるでしょ。もう知ってるね。でスペインバージョンであのみんなやるでしょ。はい、何よ PK やりたい、やりたいということで、マルバ対決シリーズ PK 戦スペインチャレンジバージョン。はい、じゃあこちらがキッカーの3名です。じゃあ後期から意気込みを決めたいです。以上。はい、決めたいです。以上。はい、まあしっかりコースいいところに弾丸で蹴って、しっかり相手の触られない位置に決めていきたいですね。はい、 OK。 じゃあ行きましょう。3本対決。うん、しっかりコースいいところに弾丸で蹴って、しっかり相手の触られない位置に決めていきたいですね。はい、まあしっかりコースいいところに弾丸で蹴って、しっかり相手の触られない位置に決めていきたいですね。はい、しっかり相手の触られない位置に決めていきたいですね。はい、イレ選手。はい、俺のイメージだと左カード上。はい、練習頑張ってください、ちゃんと。はい、いや俺のピケもいやおもろいね。めっちゃいいところだったね。いや面白かったね。三角から1対1で、ここ真ん中とサイドから1対1してシュートまで。やったやった、やばいやばい、いいよ。
ッキー、ナイス。阿部ちゃん決めよう。うまい。ナイス強く。あ、何やってんだトレーニング終了後、ホテルで昼食を食べ、夕方からのトレーニングマッチまでの時間、FC バルセロナのホームスタジアムであるカンプノーを見に行きます。おらね、威嚇だよね。ね、ね、怖い。怖い怖い、喧嘩売ってるの。おらさっき薄いとこっちでかいんだよ。あっちの方がよくない？シャンパーにでかいの。え、中にですよ。中にでかいの。中にでかいの。この日はUEFAヨーロッパリーグのホームゲームが行われる。スタジアムの敷地内に入るとすぐにグッズの販売やイベントが行われていた。食べたいんだけど、でかいよ。でかいチャプチャプ食べたい。めっちゃいいやん。何ユーロ？これ何ユーロ？これ何ユーロ？そして選手たちが向かったのはバルサストア。1階から3階まで全てバルセロナのグッズで埋め尽くされている。バルサーショップに来ました。みんな撮ってるから。何が？日本の皆さん一言。え、一言。いいよいいよ、言ってよ。ちゃんと試合に勝つんで頑張ります。応援しててください。バルサショップに来た感想が欲しいんだよな。でもバルサショップ、いろいろなものが売ってて、あ、いいし、俺たちだほらほら、先生ほらほら、綺麗なお酒。いろいろなものが売ってて嬉しいし、しかもちゃんと欲しいものも多いから、よかった、来てよかったと思います。
郷内選手、おめでとうございます。ありがとうございます。2030シーズン2030-2031シーズン入団おめでとうございます。どうですか、憧れのバルセロナに入っての気持ちは。まあ嬉しいです。ありがとうございます。今シーズン何点決めますか。23点決めます。23点、目指せ得点王ということで期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。よしって感じ。どういいやん。どう、なんか撮りたい人いる。あとなんかこれ、ね、これ見るとなんか撮りたくなっちゃう。え2030年。あ、そう、2030年だったら入りそうじゃない。だってあと10年後ね。どう、いけそうじゃない。22歳。ほらありそうでしょ。これでさ、本当に入った時さ、このマルバのさ YouTube でさ予言してたみたいになったらさ面白くない。じゃあ、なんかね、そんな感じ。質問それ。そんな感じ。じゃあできる。なんかどうですかみたいな、今の気持ちはみたいな、今シーズンの目標はみたいな。めっちゃ人気やん。こっちが陽子中山。ここやばいぞ。逆にここでいい。ペット。これもペット。ピー。じゃあいくよ。グジミク選手、おめでとうございます。ありがとうございます。2030、2031シーズン、バルセロナ入団ということで、今のお気持ちをお聞かせください。とても嬉しいです。ありがとうございます。今シーズンの目標何かありますか。いっぱい得点を取ることです。いっぱい得点。目指せ得点王ということで、はい、ありがとうございます。じゃあ今シーズンの活躍期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これまでのマルバ卒業生やここにいる選手たちの中で実際にバルセロナと契約を結ぶ選手が出てくる日もそう遠くないのかもしれない。